みほどけチャンネル。こんにちは、みほどけです。ナム。今回はタイのロケで買ったお土産物を紹介します。まだタイで引っ張るんかいみたいな感じなんですけど、これだけはどうしても入れたかったんです。やらせてください、お願いします。はい、私9月に放送されました世界不思議発見のタイ特集、会いたい、食べたい、ありがたいというね、タイでミステリーハンターとしてタイを巡らせていただきました。そこでタイのご飯のこと、そして仏教のこと、そしてタイで活躍されるゾウさんの生活、そしてその生活を守る村に密着するということをしました。まあ、そのロケが合計2週間ぐらいあったんです。おおよそバンコク、チェンマイ、スリンという3つの都市に行きました。この3つの街で思い出に残るもの、印象深かったものをお迎えしてきましたので、皆さんにご紹介します。やっぱり、みほとけ大好き仏像先輩ということで、ビルとビルの間のこの、ま、商店街みたいになってるね、細い通りがあるんですけど、そこが全部仏像なんですよ。なので、もう、1メートルぐらい大きいのもあれば、ま、ほんと手乗りサイズというか、もうポケットサイズのちっちゃな仏像もあれば、もうほんとにいろんな仏像が並んで、ガーッと売られている通りがありまして、そこでお迎えしました。鉄でできている、めっちゃちっちゃい仏像。これなんかね、あんま鉄製のものを見たことがなかったのと、このツヤツヤさがあまりに可愛くて買っちゃいました。お釈迦様ですね。で、こうやってね、地面にタッチしている即地印と言うんですけども、傲慢印と言いまして、悪魔を退散させるためですね、お釈迦様修行の最中、ああ、もう瞑想しながら、ああ、もう悟り開けるって時に悪魔がね、囁きに来るんです。お前なんか絶対に悟りを開けない。お前には無理だ。人を救うことはできないって悪魔の誘惑があって、やめろーっていう風に悪魔を取り去るために取ったポーズがこの地面を触るっていうね。本当はこの瞑想するためにこう手をね、座禅みたいに組んでいたけども、地面を触ることで、その悪魔退散できましたよって時のポーズなんで、これは縁起がいいですね。悪魔退散してくれます、お釈迦様が、っていうことで、こんなにちっちゃいんですけども、すごい存在感のあるテカテカさと、あとはあの全体の作りの緩さがあまりに可愛くて買っちゃいました。てれーん、はい、ランプトワット僧侶です。もう一つの動画でも説明しましたが、はい、こちらですね、見てください、めっちゃリアルなおじいちゃんです。超リアルで一周していただきましょう。なんてリアルなの、後ろ姿から、この姿勢から、お顔のシワ、結構びっくりしたのはこの腕とか、この皮膚の筋筋感がめちゃくちゃリアルなんですよね。はい、この方は、約700年前にご存命だった僧侶で、とっても美徳が高いということで、ものすごく皆さん、あの現地の皆さんからの尊敬に預かり、彼にこうやってこう布施をすることで自分らもこう幸運に恵まれるということで、大変人気の僧侶です。大仏にもなったりしています。で、タイの仏教の特徴っていうところで喋りましたが、僧侶に対する信仰してものすごい熱い、その表れがこのような超リアルな、はい、お像を爆誕させたのです。はい、ご自宅用にということでですね、あのガチなでっかい仏像とか僧侶像だと文化財になっちゃうので、日本に持って帰るのはね NG なんですよ。輸入できないんですけども、このような自宅の本当に自分用の信仰のものっていうものは OK ということでございました。このように私にある、こう家にあるミニ座布団に乗せてですね、我が家で、はい、くつろいでいただきたいと思います。ありがとうございます。カラフルブッダー、イエーイ。これふざけてこの色なんじゃないんですよ。意味があるカラーなんですね。これはタイの皆さん、実は生まれた曜日ごとに担当カラーが決まるんです。生まれた曜日で縁起のいい色ってのが決まってまして、私木曜日生まれなんです。で、木曜日はオレンジが縁起のいい担当カラーなんですね。なので、オレンジ色のお釈迦様をそばに置いて信仰しておくと良いことがあるでしょう。で、日曜日がピンクなんですね。もう、7色のカラフルな仏様が並んでたんです。はい、これをね、2つで800バーツぐらいだったのを500バーツぐらいに負けていただきました。ということで、二つで2000円です。一つ1000円です。まあ、普通の妥当なお値段だなとは思うんですけども、超カラフルで可愛いと思って、自分木曜日なのでオレンジ買ったんですけど、まあ、オレンジのこの色って、まあ、見たことあるじゃないですか、この黄金系の色って。なので、ちょっと実はピンクも欲しいなと思ってお迎えしちゃいました。パラーン、お面でーす。1000枚で、日曜日市っていうのができるんですね。日曜日にずらーっと、
マーケットが出るんで、そこでいろんなお買い物ができるんですけど、これも現地の方のアーティストさんが作っていました。っていうのを現地レポートでカメラで回したんですけども、全部カットでした。イエーイ。ってことで、そこで実はですね、このお面を作っているおっちゃんにだいぶ負けてもらって買いました。やっぱあの屋台はね、値切ってこそなんですって。ちょっと果敢に値切っていきましたが、はい、見てください。このね、やっぱね、タイのお釈迦様らしいおもながの顔に、眉毛から鼻筋までがとってもこの直線的なね、まあここは眉毛持ち上がってますけど、割とピューって直線的、そしてお口元が自然に微笑んでいらっしゃる、このようなフェイスが大変タイには特徴的でございます。皆さんこういったお顔されてます。優しそうですよね。微笑みの国らしいお顔ですね、という表情をがっつりお迎えしちゃいました。ガチなアートです。見覚えありますか？あの番組の終盤にやっていたトップ賞のプレゼントですね。赤楚衛二さんというね、俳優の若手の方が優勝されてましたけども、そのトップ賞として渡されていた現地お土産はこの菩提樹アートです。はい、これ菩提樹なんですよ。菩提樹の葉っぱに細いペンで仏様の絵を描いているんです。で、菩提樹って実はお釈迦様が悟りを開いた木なんですよ。なので仏教にとってもあの縁が深くてですね、仏教大事にされてる木なんです。そんな菩提樹の葉っぱに描かれる釈迦のお顔ね、マジでチェンマイってこういう感じの街だったなっていう思い出と、その素敵なこのアーティストさんのねアイデアをお家にお招きしました。これトップ賞なんで赤楚さんのお家にもあるはずだし、あの視聴者プレゼントで5人ぐらいの方に当たってるはずなんですよね。私もちょっとミステリーハンター特権としていただきました。イエイ、ありがとうございます。仏塔、これですね、ワットプラタとドライステープ、このお寺の僧侶、ここすごいいろんな方々が、世界中の方々が詰まっていろんなご祈願を受けてて、やっぱりあの仕事成就だったり、あの自分の願いを叶えたいっていう方々が一生懸命お参りに来る場所なんですね。私たちも撮影スタッフも、じゃあ来たついでにせっかくだから我々があのご祈願してあげるから、そこ座んなって言ってわーってこうやってご祈願させてくれて、そのおかげで終わった後いただきました。仏塔のお守りです。これ置いとくとまた願いが一つ叶うかもしれませんので。ストール、なんかね、シルクがすごい安くて、これシルクなんですよ。なのに100バーツだから400円で買えたんですよ。安っと思って。マグネットです。こういうね、もう明らかに観光地でしか見ないよね、このグッツグツの立体マグネット、こういうの大好きなんですよ。ワットポーバンコクタイランドと書いてあります。ワットポーといえば、あの黄金の涅槃のお釈迦様がいらっしゃるあのお寺ですね。そこ実はヨガのお寺でもあるんですよ。体式マッサージの総本山と言われていたり、体を良くするため、もう心身同体じゃないですけど、異心同体なんて言うんですか忘れましたけど、あのお寺の中では仏教だけじゃなく、町の人に医学もっていうことで体の研究もかなり進んでるんですよ。で、お寺の中にはこのようにですね、ヨーガのポーズを取った銅像がめっちゃいっぱいいるんですよ。なんかヨガのポーズって不思議なのよね。こんなんとかこんなんとかあんなんとかいっぱいいるんですけど、その様子がマグネットになりました。ヨガポーズマグ、これ買っちゃいましたよね。磁力の少ないやつですよ。これ冷蔵庫にお迎えしました。超派手なピアス。タイの国中にいろんなこう少数民族がパラパラいらっしゃるんですけど、その少数民族のこの伝統的な衣装のデザインを使って、またそういった少数民族の方々が作っていらっしゃるということで、ただちょっと高かったです。日本円で1300円ぐらい。これどこにつけてくのって感じですけど、テンション上がるからいいんだよね、こういうのね。ね、ポストカードを大好き人間ということで、ってね、もうこれはザお土産物。こちらはワットプラタとドライステープっていう、もう天空のお寺と言われているかなり標高の高いところにあるすごい真っ金の塔タワーということで、ここお仕事の成就にいいっていう場所らしいですね。そしてこっちはワットプラシン、これはチェンマイで一番格式の高いお寺です。これも金、スーパー金ピカ。モンタイは格式の高さこそこの金で表すというね、素晴らしいですよ。そういった景色を、はい、お持ち帰りさせていただきました。こういうのが好きなんですね、私。すいませんね、なんかいい高級品買えなくてごめんなさい。見てください、かわいいよね。なんか可愛らしい布になんか梵字みたいな、こう仏様を表すような字が書かれていて、葉脈だけになっちゃってる
菩提樹かわいいっていうので、これで誰かに旅の思い出を綴ってみようかななんておっしゃられたこと考えておりました。まだ誰にも出していません。はい、ゾウさんの容器の中からパラーン、ハンドソープをカービングって言って、ね、綺麗に彫刻した飾りです。めっちゃいい香りするんです、ハンドソープのね。このこうデザートとかをカービングして可愛く飾ってあったりするじゃないですか。そういう技術実はチェンマイが発祥らしくて、でそれが上手なお姉さんがこうやって綺麗に作っておりました。めっちゃ可愛いよね。でこれに実は2個持って帰って、1個は黒柳徹子さんにお土産で渡してくださいって言ったら、いや持って帰ってくださいって普通に言われて、普通に2個もらって帰りましたダメでした、徹子さんの手に渡らず、残念。ナム T シャツです。これもね、チェンマイのアーティストが作ったんだって。人気商品らしいんですけど、サワニーカー、コップンカーってみんなご挨拶するときにみんなこうやってやるんですよ。それの姿が印象的だからって言って、このアーティストさんはこれの T シャツを作ったんだって。これ着るとちょうどナムってする場所に、ここに手が来るです。ナムってする場所にちょうど、そういうオールウェイズナムできる T シャツで、結構可愛いなと思って買ったんですけど、日本でやったら結構なんかマジでなんか宗教っぽくなっちゃうなって。タイで着てる時は大丈夫だったんですけど、なんでちょっとなんかね、やっぱ着る場所を選ぶ T シャツにはなってしまいましたが、胸を張って着ていきたいと思います。サワニーカンプ T シャツでした。続いてはスリンケンです。ゾウさんがたくさんいる村があるとこですね。タイはですね、ゾウさんと共に歩んでいる歴史がとっても長いんですよ。仏教国ということもあるし、観光大国ということもあって、ゾウさんがタレント的なお仕事をされているんですね。で、そういう仏寺のパレードには必ずゾウさんが参加して参列します。観光客の皆さんを迎え入れて曲芸をしてっていうような、そういうタレントさんがゾウさんなんですよね。っていうところで、その、ブワイ族という民族の皆さんが、ゾウさんを飼っていらっしゃるんです。ゾウ使いの皆さんがそこにいらっしゃるんですね。で、その S さん家族っていうファミリーのお世話になって、もうね、ホームステイしながらゾウさんと一緒に暮らして、はい、ゾウ使いの暮らしを一緒にお手伝いさせてもらったんです。ということで、はい、そんなゾウさん村で出会った、まずこちら、せっから手につけているこの腕輪と指輪。何だと思いますか？はい、これはですね、実はゾウさんの骨と歯でできたものです。ゾウ毛じゃないのでご安心ください。ゾウさんってやっぱり寿命が来ると皆さん大切に大切に暮らしを支えてきてくれた、そして一緒に家族のように育ててきたゾウさんなので、きちんと供養して骨とか歯とかをアクセサリーにするんですね。ということで結構お土産物屋さんにバーって並んでて、ちゃんとね、S さん家族がパッと見で偽物とかすぐわかるから、これどうですかって聞いたら大丈夫これ本物だよ、プラスチックの偽物じゃないよ、つって。はい。この指輪は、ゾウの尻尾の毛からできています。なんかよく見てみるとわかるんですけど、ゾウさんの尻尾って黒くて太くて張りのある毛が生えてるんですよ。針金みたいな結構ぶっとくてツヤっとじゃかっこいい毛なんですよ。それが結構ポロポロ抜けたりもするっていうので、出てきた毛を一回お湯とかで洗って柔らかくして、でこうやって編んで腕輪、バングルにしたり指輪にしたりしてたくさん売ってました。で、これもらったのにちょっとエピソードがあって、グアイ族の中の S さん家族っていうファミリーに一緒に私はステイホームさせていただいたんですよ。で、その家族とっても優しくて、で、もうずっと写真撮って遊んだりとか、夜もお酒飲んでいっぱい喋ったりしてたら、で、私もね、お仕事一生懸命手伝って、ね、洗い物、食事作りめっちゃ手伝ってたら、最後ね、夜な夜な、こう、お酒飲んで喋りながら、よし、じゃあ美穂、いいもんあげるよ、つって、おもむろにこの、一回お家に戻って、これ持ってきて、これあげるっつって、うちの家族で作ってるこのゾウさんの毛の指輪、美穂にやるよ、持って帰りなんつって。何かが認められた証拠です。私も S さん家族に何かを認めていただきました。また仏像だよ。はい、これもゾウさんの骨でできています。ナーガの上のブッダって言って、ブッダが修行してる時に雨よけにね、蛇が来て台座になってくれて、こうやって上から守ってくれたって話があって、なんでこの蛇の台座に座っているブッダっていうのがめちゃくちゃ可愛くて、動物と共にいらっしゃるっていう、まあ人も動物もみんな釈迦の前に同じみたいな、そんなところがとっても好きで、ぜひお家にお迎えしたいと思ってたら、ちょうどその村で
お見かけできて。また仏像買っちゃったよ。またこれもお釈迦様買っちゃったんですけど、これね、プラクルアンというものです。小さい仏様をこういう風にケースに入れて、これはこうやってねチェーン通せるようになってるんですけど、ペンダントみたいに首からかけるんです。ということで仏様のご利益とか仏様の幸運を自分にもいただこうっていう仏教徒のアイテムなんですけれども、それをみんな胸元につけてるんですよ、お釈迦様を。でこれこんなちっちゃいですけど、向こうの方々こんな大きいのとか、これぐらいのデカさのをなんか10個ぐらい首からぶら下げたりするっていう、なんかプラクルアン大流行なんでして、プラクルアンが本当みんなすごくつけてて、だからそれ見てたら欲しくなるじゃないですか。いや、私もお迎えして、しかもこれゾウさん村でお迎えしたので、ゾウさんの骨でこちらもできております。またブッダ買っちゃったよ。いくつ目 ?2、3、4、5、6、6 かな。ノート、実はこれゾウさんのうんちでできています。ぜひ不思議発見のオフショット動画っていうのが YouTube に TBS から公式で上がってるんで、それ見てください。なんかゾウさんのうんちってめっちゃ綺麗なんですよ。っていうのも全部草食、基本草しか食べないので、よく噛まれた、粉砕された、柔らかくなった草の塊なんですよね。なんでやっぱりね、まあもちろん糞なので虫とかもたくさん飛んでますけど、全然臭くないです。全く匂わない。なんなら草の匂いがするんですよ。なんで足で踏んで歩いてても芝生を歩いてる感じ。まあだからもちろん紙になっても臭くないわけですよね。ほいで、このデザインあんま見ないですよね。可愛い絵ですけど、温かみのある絵ですけども、なんとこれ、このゾウさんのうんちから紙を作る施設のとこで働いているおじさんが手書きで書いてくれました。手書きよ、おじさまの。めっちゃ可愛くないですか、このピンクに一生懸命この星のキラキラを等間隔に並べてさ、色塗ってさ、もう見てこの一個一個のキラキラの、この一生懸命描いてる感じと、このゾウさんのとウサギさんのなんか食べてる本読んでる感じの絵、可愛すぎない？なんでこの絵にしたんですかって言ったら、いや可愛い方がみんなに喜んでもらえると思ってって言って、ちょっと恥ずかしがりながらこの絵の説明してくれて、めちゃくちゃ優しそうな笑顔なんですよ。可愛いと思って、もうすかさずお迎えです。このノートをもう一生大事にします。こういうの好きなんです。結局これもですね、ゾウさん村でですね、現地の方が手作りで編み編みして作ったゾウさんのキーホルダーです。可愛いです、ありがとうございます。ということで、たっぷりたっぷりプリプリお送りしました。お土産もですね、まあ、仏像多めでお送りしました。こんな風に仏像がたくさん売ってるんだなーなんて思ってもらえたら嬉しいですし、ああこういう文化があるんだなーなんて知ってもらえたら嬉しいです。みほとけの世界不思議発見ミステリーハンタータイの旅、3本にわたって動画上げちゃいました。たっぷりこすらせていただきました。またこれからもいろんな仏像お寺情報を喋っていくので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。またこの動画でお会いしましょう。サーリーカップ T シャツでサーリーカップコップカー、バイバーイ。